さあやっていこうか。バイオエージュレシス。まあ、せっかくね、動画開いていただいた、無感だ。噛んだけど可愛いからいいよっていう方はね、チャンネル登録ボタンとねグッドボタンを押して、ぜひ、バイオシックスねやってみていただけるかと思います。やってんのは俺だったということで、ね、今回からねハウス爆誕ということでね、まあ爆誕という言葉がふさわしいのはルギアかハウスかうちの娘かくらいしかいないんですけど、うん、まあ、そんな感じでね、このさなぎから目覚めるね、なんかシーウイルスのやべえやつがね、行っちゃってるっていう感じで出てきようこようとしてるんで、まあそんな感じでね、まあ無事クリアしていこうかなと思います。いやーなんかもうあとこのパートと次のパートくらいでね、本当はまとめて一気にやりたいんですけど、いかんせんね、ハウスが一番その倒す敵としてはめんどくせえというか長いんですよ。うん、まあさすがやっぱクリスが一番めんどくさい敵をこうなんかね引き受けてるなっていう感じはしてて、ウスタナクとかもさ別に。なんかしつこいだけで強いっていう感じあんましないじゃないですかって言って、これからジェイク編をやっていくんですけど、このね、クリス編が終わった後に、その後に急に全然お前倒せてへんやないかってなったら、あれなんですけどね、まあ、ラスボスあたりになった時にね、うん、うん。まあまあ、それはいいとして、そう。まあでも感無量っすよ。ようやくね、まあ、エンブレムをこう全部破壊をしていって、クリス編のね、エンブレム全部見ることができれば、まあそれはそれでいいのかなっていう感じがしますんでね。はーい。いやーもうでもね、ちょっとまあバイオ RE4 のところでも話したけどね、ちょっと収録がいろいろとね前後しちゃってて、うん、なんかちょっとむちゃくちゃになってるんですよ。なんかバイオ RE4 がこう思った以上に面白いのと、そのやっぱり原作の4もさすごいそのボリュームが多かったっていうのもあるんで、なんかものすごい長くなっちゃったっていうのがあって、うん、だから結構これが収録がゴールデンウィーク前にやってたりとか、そのバイオ RE4 が発売する直前にやってたりするパートもあったりとか、あるいは今みたいに5月とか6月とかにやってるようなパートとかもいろいろあったりとかするから、なんか喋ってることの時系列とかっていうのが割とその無茶苦茶になってるかもしれないですけど、まあ、一応やっぱり1個のそのシリーズとか作品とかっていうのをやり始めると、なんだろう、うん、なんか、ね、連続してやっぱりお届けしたいっていうのがあると思うんで、近いとね、ほんと、これ、硫酸しなくてよかったね、危なかったのやられる。あー、シェリー、ごめんねー。シェリー、マイラー。痛い。でも、私は彼を信じてるから、まあ今はね、おっと、なんか、あれだね、二人でキャッキャイチャイチャしてるけど、うん、大丈夫かな。うぃー。来る？来ない？行って！お前そのゼロ距離で危ない。行って！シンプルにロケランは危ないっていう。あー、ジェリーごめん。まあでも G ウイルスだから秒で回復するから大丈夫だよね。ということで回復。わあ、ちょっとシュッと。やっぱりお決まりのギャッツみたいなかましていかないといけないからね。接近戦はスタンドットの方が早い。覚えておくんだな。ってやつですか。危ない。やばい、あ、ダメージ食らってるよ。あー、もうなんかもうほんと狙ってくるやつが一番欲しかったりするよね。で、装填。で、だからゼロ距離はね、ダメだって。ゼロ距離で銃はダメだって。ナイフ持ってないからね、ピアスってね。接近戦でやられたらもう単純にシンプルもおなじみなんだよ。体術ぶちかますしかないからね。うら、ロケラ持ってんじゃねえや、危ねえ野郎だな。あっきり止まった。止まったら、いろいろずれちゃう。あっしゃ！オッケー。あ、落ちてく。落ちてくときの声でさ、やっぱ、あれ、いってー、あれがいいよね。あー、どっかのトルーパーみたいな。あ、トルーパー。うん。立って。てか、これほんとどういう仕組みで登っていってんだろうね。もうシンプルにさ、まっすぐ登ってったらいいのに、ねえ、なんか、右往左往、右に左に、上に真下に行って。上に真下にも一緒？あ、上の真下は全然違うな。日本語が喋れなくなっているっていうね。あ、まあ、そんなこともあるだろう。あー、なんか、うにゅうにしてるね。さなぎ虫みたいになってるよ。まあ、大丈夫。あー、やっとここまで来た。で、こっからないんよー。ほら、バイオシックスをさ、パソコンでやってるとさ、うまいことその、操作というか走り方がどうしてもカックカクになるから、果たして一発でこれができるかどうかっていうちょっと不安があるんだよね。大丈夫かな。うん、どうなんだろうな。いけるかな。おーいしょっと、危ないよ。決定大きい寄ってってでい、これで共に落ちていく。あ、クレーンゲーム、やっぱ最近のアームはね
弱いですからね。アームってゲーセンのアームって僕知らないんですけど、あんまりやったことがないから、やったことがないからやったことあるけど、そんなガチでやったりとかしないから、なんだろう、なんか確率になってるんですか、なんか握る時が強い時もあればめちゃくちゃ弱い時もあるっていう感じで、でなんか何百円以上突っ込んだらその強い1回が来るみたいな、その時にチャンスとしてやらないといけないよみたいな、なんかそんなのがあるらしいですね。だからそれ結構なんかぶち切れ、あべべ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 べ、あこれ終わったわ、多分終わったわ、多分ダメかもしれないですね。そうなんかすごいブチ切れてるコメントがなんか Facebook のムービーとかでなんかあったりとかしたんでね、よし、さーて、じゃあいけるかな、間に合うかな、なんかもうなんかダメな気がして仕方がないっていうね、やばいよね、ほいほい、おおギリ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 いけるな、よし、ピアスゴーゴー、ピアスゴーゴー、いきます、今引き上げます、でおい、V、おいで、隊長。あ、ちょ、待って、V 押せてない隊長ごめんなさい隊長、ごめんなさいもうなんか、でも隊長なら、なんかもう、普通に、蘇ってきそうだけどね。俺を殺せると思うなよとか言ったらさ、やっちまったな。ごめんね、隊長。一緒に並行して走っからさ、許して許して。いやまあまあまあ、これはバイオハザードの QT が厳しい、4、5、6あるあるというね、もうちょっとでも見せるともうすぐにお亡くなりになっちまうからさ、恥ずかしい限りですよ。今回いい感じだね、ちょっと、あ、でもギリギリはギリギリか、 V を押す練習しとかないと、 VVVVVV、 ほい、RE4 とかさ、なんだ、ビレッジとかもさ、V でさ、ほら、地図とか開いたりするから、あんまりね、地図を開くっていう習慣がね、なかったからね。よし、クリッと折り返った。あ、そうか、そういえばこれあったらめんどくせえな。うりゃ、うりゃ。オッケー、一撃、あ、ちょっと待って、一撃できてない。自分が食らっただけだった。走れ！これもう、もう一回やり直しとかだったら超めんどくさいからね、もう勘弁してほしいんだけど。そう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 、もうずーっとなんかもうやられたことでうるんって、ほんとこの施設どうなってるの、あ、ちょっと壁に向かって走ってる、登れ、大丈夫か、これなんか嫌な予感がする、嫌な予感がするけど大丈夫だね。これのほんとめんどくさいところがね、一回落ちるとまた最初からになるからね、これで何回ノーホープでほんと絶望を覚えたかっていう、よいしょ、オッケー、走る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 、もうよそ見現金、雨あられ、エイラ最初からこいつの世界、エイラじゃないんだな、それがね、甘いな、そこに騙されてる時点でやっぱりゴリスは脳筋だったんでね、隊長、あ、違う違う違う、隊長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 、危ない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 、またやっちゃう、いや、またやっちゃうところだった、危な、はい、おい、デッド、オッケーオッケー、ほい、ブッダー、でも2人か、こいつでやるよりも、こいつでやるよりも、オッケー。まあ、いいか。隊長おいで。隊長じゃねえか。俺か、俺が飛ぶんだ。ぴょん。隊長、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 隊長。あ、そういうことか。隊長、空を舞う。一旦攻撃か。あれ、ちょ。やべ、隊長、隊長、隊長、振り落とされる。大丈夫、隊長。あ、よかった、よかった。なんかあんまり当たってる気がしなかったけど、今。はい、オッケー。で、これで、こじますと。あ、こいつさ、一個もなんかどっから入ってきたのよっていう話だよね。どっから入って、ねえ、一回降りて、こんなね、まさにこう戦いますよっていうような場所にね、こうやってチューンって現れて、まあこいつ離れてれば大して怖くない。で、もう、残念ながら、あれっすよ。ピアーズくんがこの武器を使って戦うことっていうのは、ないですから、もうここで弾丸を使いまくっていくんですよ。ね、なんか左利きになってる、まあピアーズ君左利きなんだよな、ムービーとかでも左利きになってるからな、よし急いで、で離れて投げます、出て出て出て、もう一個投げます、お手て長いのね、そう思っているよりも範囲が広かった、びっくりした、でグイッと OK、 ポイントいっぱいな、次何の武器を無限にするかだよね、やっぱ無限にするのはマグナムかな、エレファントキーラー、体ちぎれてんだもんな、それでもね普通に
の破壊力だ。本当あれか、後ろにある心臓とかを狙っていく方が強かったりするのかな。強かったしね、あのダメージいっぱい当たるのかな。ほら、真ん中のあたりさ、なんだっけ、ウロボロスのコアみたいなやつがさ、デーンってあったりするからね。ここら辺どうなんだろう。うん、弾がもうね、さすがにハンドガンの弾切れたね。よし、よっていよっていほいっと拾って、ほいっと拾って、で構え発射。オッケー、クリス役立ってる。なんか何もしてないんじゃないか、実は何にもしてない説浮上してるよ。ほい、でもこれ実際さ、もうこれ周回プレイだから弾を飽和してるし無限武器使ってるからいいけど、これ実際にさ1周目のプレイとかであんなスキルポイントばっかり出てきたらもう戦う術ねえべってなるわね。これ対処で倒せるんだろう、無理だよね、さすがに。ああ終わった、お疲れさまでした。なんか弾が中途半端に使ったまじ、ういー、ワインレッド、水ガスト。ああこんなにさ、なんだろう、まあ、水が流れ込んでくるっていうのは水圧に耐えきれないからよくわかるけど、よくよく考えればこんな重火器をさ全身に装備してるやつらが沈まないで重火器を持ったまんま浮上してこれるっていうのがさ、もう不思議でならないよね。バイオ6のキャッチコピーって何なんだろうな。なんか全てのボスがさ何回も出てくるじゃん、シモンズにしろカオスにしろウスタナクにしろ、もうしつこいでいいんじゃないかなと思ってシーウイルスは結論しつこいっていう、ね、何回同じボスが境界品を変え戦わなきゃいけないんだっていう。まあ、ウスタナクに関しては序盤からしっかりと出てきすぎてあまりラスボス感ないけどね、うん、やっぱラスボスをさ、まだハウスとかシモンズとかはね普通に戦う感じがするけど、ウスタナクに関してはもうイベント戦になっちゃってるもんね。そこがちょっと評価低いポイントになるんじゃないかな個人的には思うからね。さてどこまで進めるか、ラスボス戦う直前まで行こうか。そうか、もう来るんだったら、ね、早い。倒して落ち着くっていう場がないもんね、シモンズとかこいつとかに関して。キャプテン、ウェアタイム、ゴーゴー。いや、お尻から行こうとしてる。これ大丈夫？やばいやばいやばい。行け、登れ。よし、オッケー。足で、あ、そうか、来るんだったー。でーん。引っ込め、だーれか。よし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 。オッケー。で、あ、やばいやばいやばい。間に合わない。あ。あ。水圧で潰れるか、それとも海底火山で燃やされて死ぬか、いずれにしよう、死んだ。くそー、ま、もう久方ぶりにやってないとこうなるよね。ちょっと待って、これ毎回左に直るのがね、ハックスロックを押してで半角を押さないとなんか右下とかに文字がね、でん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 上がって、オッケー、セーブ、さあ行こうか。違う、全、あ、これ引っ込まないんだな。だからこう上でウニュ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 マスターハンド、デッドハンドってやってる間に戦わなきゃいけないんだ。で、これ後ろから来る。後ろから、うん、こんなとこでは死にたくないから、足で、あー、また来た。全、オッケー、あ、一発でいいんだ。隊長、来る。またこれ、お手て。あ、これ。どうぞ。これ壊してなかったよ、これね。隊長ー、何のオラオラやってんの。はい、いけ、あ、ちょ、力技、コング技、ドンキーコング、これ逆じゃないの、普通。隊長がやることでしょうよ。頑張れ、ピアースくん。なんだ、オッケー。あそうか、この先ラスボスだったね。よし、じゃあ区切りがいいので、どうせあの延長戦かますくらい長い戦いになると思いますから、一旦ここでおあの区切りたいと思います。ということで、ちょっと短いパートだったかもしれないですけど、また次回チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してお待ちいただけたら幸いです。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。